ご視聴ありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしておりますけれどもね、この辺りにはね時々先ほどご覧いただいたような白っぽい生地がね見ることができるんですけれどもね、久しぶりに、今日はね出会ったんですけれどもね、カワセミもねちょっと出会う機会が減ってるのかなという気がしてましたんですけれどもね、今日は幸先よくと言いますかね、このようにまあほぼ歩いて10分ぐらいですかね、このように出会うことができたんですけれどもね、この後ろの木々の葉っぱがねもう本当に青々としているのがねお分かりいただけると思いますね、ま、色合い的にはね背景としては美しいんですけれどもね、この葉っぱがねこの単調にする時にはね非常にこう障害になると言いますかね、そういった季節でもあるんですけれどもね、今日もねもう再三こうお伝えしておりますとおり、この歩いている私がね場所といいますのは木地がたくさんね、まあ、農地であったりとか河川敷であったりとかね見ることができる場所なんですけれどもね、そしてねセグロセキレイがいるってねよく見るとね後ろにもう一羽いるような気配がしたんでね、ちょっとアップしてみますとね、セグロセキレイの幼鳥かね、どうやらこのまあ幼鳥、まあ、巣立ちしている状態なんですよねこれはね、まあそれでもねまだちょっとこう幼いというかねもう、そんな雰囲気でしてね、このようにまだ餌を与えてもらっている状態のようなんですよね。そしてまたこのセグロセキレイのね親鳥がね本当にこう熱心にというかね効率よくと言ったらいいのかな、もう結構まあ今ねこのように今何を取ってきたのかな、昆虫いわゆるカゲロウのようなねそういったものを頻繁に取ってきていたようにね思いますけれどもね、まあこの河川ではこのようなセグロセキレイの親子の姿をね見かけることもあるんですけれども、時期的にはどうだったのかな、あ今もまたねこれあ落としちゃったしっかり食べなさいよみたいな感じでね、このように親鳥がねまだこのように餌を与えている状態からね徐々にあげないよっていうようなね素振りを見せるようになるんですよね。それがまたね、まあ、親離れ子離れというのかな、そういった、仕草もねまた興味深いものがあるんですけれどもね、この幼鳥はねどうやら自分でも何か探し始めてる様子なんですがね、どう見てもこれどう見ても違うよこれ、食べられないと思うよなんか形はよく似てるんでしょうねおそらくね、親が運んでくるものとね、また来たでしょうこれ、結構ねこれノーカットですもんね先ほどのシーンとね、そうするとまた別の1羽がねやってきて、このセグロセキレイどこどこのこの尾羽のね長さがやはりちょっと短いというかな、
まあ、動きもなんとなくこう ぎこちないというようなね感じですけれども、こちらは小サギがねレンゲ畑にいるんですが、どうやらね獲物を捕らえたようなんですよね。今農地には何がいるのかな、これはちょっと遠くて分かりづらいけれども、カエルですかね、アマガエルですかね。この間なんか久しぶりにアマサギを見たんですがね、アマサギを見ることはねこの河川ではほとんどないんですよね。このように冬鳥の滞在状況なんですけれどもね、マガモであったりとかコガモ、それからヒドリガモもまだこちらの方に滞在しているようです。今回はねちょっと撮影していないんですけれども、オオバンも見かけましたけれどもね、可愛さを見かけなくなってますね。それからツグミもねまだいるんですけど、常備滝はねもうかれこれ1週間前ぐらいからほとんどこの河川敷では見かけなくなっておりますね。この間ね何シギですかということをねお尋ねしていたことがあると思うんですけど、どうやらねこちらと同じ草シギであったようですね。この河川敷ではねこのように草シギであったりとか、その他まあ磯シギですね、まあ、普通に見かけることができますけれどもね、その他のシギにはほとんど出会ったことはなくってね、たまにですけど本当にたまにタシギを見かけることがありましたけれどもね。今日のウグイスでございますね。まあ、ウグイスはね、その場所に行きますと、ほとんど期待を裏切らずにね、このように見かけることができますよね。どうやら何かを警戒しているようですか。まあ、カメラマンかもしれませんね。まあ、ウグイスもね不思議なもんで、このようにこう人目につく場所にいるウグイスっていうのはね、決まって人目につくところにおりますね。すごく控えめに鳴いてますけれどもね。これね、カワセミがホバリングしていたのでね、ちょっとこれね近寄ってみたんですが、全然ピントが合っていないですね。まあ、こういった時にねピントがすぐ合ってくれるとねいいんですけれども、なかなかちょっとね、難しいようでございます。こちらはねちょっとこうシルエットクイズみたいになってますけれどもね、特徴的な鳴き声が
桜の木の方で聞こえましたのでね、ちょっとこうカメラを向けてみましたがね、ちょっと特徴的なあのくちばしのあたりがね黄色く見えておりますがね、イカルもね今シーズンに限っては結構あちこちで見かけることがありましたね。緑釜も随分数が見かける数がね少なくなってまいりましたね。こちらはカワウが映像している様子ですね。はい、ということでね、今回もいつも一番よく歩いている河川敷をね、堤防ですね、を歩いてきましたね。おなじみのこの生地であったりとかね、ウグイスのシーズンと言っていいと思いますね。この河川のを歩いておりますと、このように今回はね、セグロセキレイのこれは幼鳥なんですけれども、見慣れた野鳥でもねちょっと違う姿を見せてくれたりとか、そういったこともありますのでね、また注意深く観察していきたいと思いますね。そしてね今日はね、久しぶりにこう、白いというか白っぽい生地にね出会うこともありましたけどもね、今回はねちょっと今日の長回しということで、この西洋カラシナですかね、生地のバックに咲いている黄色い花はねちょっとこう長めにね、生地を追いかけてみたんですけれどもね、このようにオスの姿をねたびたびあちこちで見かけることがあるんですがね、メスの姿を見かけることはねほとんどなくてね、意外につがいでいるっていうこともね少なくてね、時々こうオスがねメスにこう、アプローチすると言いますかね、そういった場面があるんですけれどもね、その他にはほとんどそれぞれが単独行動しているようなんですよね、キジの場合はね。おちょっとこうほろ打ちするのかなとね、思いきやせんのかいっていうね、ちょっとこうなんですかね、ちょっと立ち止まって、周囲をこう見回すような仕草をしつつ頭をもたげてね、ほろ打ちの体勢、いわゆるドラミングとも言われているんですかね。結構キジのこのほろ打ちっていうのはね、鳴き声ももちろん特徴あるんですが、このおちょっとこう体勢おおせんのかいせんのかい、はい、この場所ね今音がしてますけど、工事がね堆積土砂の除去工事が行われている場所でね、キジが歩いているのはねそれを土砂でございますね、いわゆるね、いずれはこれ運び出される状態でこのようにね積み上げられている場所をキジがね歩いているわけなんですけれどもね、キジのほろ打ちっていうのはね実は羽をねこう打ち鳴らす仕草があるんですがね、間近で聞いてみますとね相当な音量なんですよね。結構風圧を感じるぐらいのね結構迫力ある音を出すんですけれどもね、ちょっと残念ながらねこの記事はその姿をね、見せてくれなかったんですけれどもね、たびたびね、この場所ではねそういった
キジの姿を見るチャンスもあると思いますのでね、またお届けしたいと思います。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。